夫が不倫して、不倫相手に子供ができたというので、離婚することにした。双方に、自分でも引くくらいの慰謝料をふっかけたら、不倫相手が子供を連れてきて、こんなに可愛い子供がいるんです。私は生活保護者なんです。と泣き落としで、慰謝料減額、むしろ免除を要求してきた。断ったら、いきなり、赤子を、玄関ポーチに叩きつけようとしたから。とっさに止めたら、そのままこちらに押し付けて、すごい勢いで逃走。即、夫に連絡して、警察に通報するからね。と言ったら、急いで帰ってきた。不倫相手が電話に出ないから、仕方なく義母に相談したら、義士がすぐに来てくれたので引き渡した。その後、現実的な額に調整した慰謝料を提示したけど、離婚したくないって言うから、家を出て別居、そして調停に。調停員が説得してくれて、3回目の調停で離婚に同意してくれたのはいいが、離婚の条件を作成するときに、当然のように夫が、親権は私子で、とか言い出して、素で吹き出したわ。乳児の親権は無条件で母親でしょ?とか不思議そうな顔で言うもんで。本当に、なんでこんなバカと結婚してたんだろうって、自分を恨みたくなった。その後、離婚が無事に成立して、親権は、となったら、なんと元夫、認知すらしてなかった。義母から不倫相手に連絡したら、育てられません。親権放棄します。と泣かれたらしく、義母が自分の養子にすると言い出してるとか、現在進行形で揉めてる。不倫相手は本当に経済的に困窮している人だっていうのは裏が取れてたから、これ以上争っても時間の無駄だと割り切って、弁護士から慰謝料1000円にしてあげる。と連絡させて喫茶店に呼び出し、実際に1000円もらって、その場で書類作って、それで手打ち。そこに、元夫を騙し打ちで呼び出して、不倫相手と遭遇させ、まだ認知してもらってないんでしょ?子供の正当な権利だよ。認知してもらって、養育費もらえば、子供と一緒に暮らしていけるんじゃないの。と不倫相手を焚きつけて、弁護士さんからも解説してもらって、二人が、いい感じに険悪になってきたところで、弁護士さんと揃って退却。後日、弁護士さんのところに、元夫と不倫相手双方から相談があったらしいけど、どちらもお断りしたと聞いた。出しゃばりかと思いましたが、不倫相手さんには、法テラスがあることを紹介しました。とだけ言われたので、それくらいは別にいいっす。みたいなやり取りをして終了。連休前に、転居、転職も完了して、非常にスッキリした。